さんご機嫌いかがでしょうか。本日はイタリアリーグ第32節フロジノーネ対ジェノア、エスタディオヌエボトリウンフォよりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラ、お届けしてまいります。北澤さん、今日はよろしくお願いいたします。こんにちは、よろしくお願いします。キックオフとなります。イタリアリーグ第32節フロジノーネ対ジェノア、どういった立ち上がりになるんでしょうか。さあ前線へ、遠藤、このボールをカットします。ヒーラン・ギブス。ジェノア、ここ5試合全てのゲームで得点を挙げています。今日相手にとってこの得点力は脅威に違いないでしょう。遠藤へ、撫でるようなボールタッチ、ミゲウ・ロペス復帰。さあ抜きにかかるか、前が来ましたよ、復帰、いやー、さあ先制、ジェノア、ジェノア先制、イキサイル。これ打つモーションまでの前が、北澤さん、とにかくキレキレでしたね。そうですね、ドリブルでゴール前に持ち込んでね、ここがちょっと焦ってしまうところなんですけどもね、はい、続いて確実に決めてきましたよね。そうですね、当然ゴールランキング上位という成績です。さあジェノア、この重要な試合でまず一歩リードしています。まあこの雰囲気の中でしっかり先制点を決めるっていうのはプレーに集中している証拠ですよね。そうですね、香川かけるタイミングを図る、自分で行く。ジェノア、先ほどと同じようなフィニッシュでしたが決めることができませんでした。やっぱりこういった自分たちの時間帯に得点できるかどうかっていうのは大事になってきますからね、うん、そうですね。あっと危ない、シュートに行くのだ、足元大事に行きます。ジェノアがこのファーストハーフ中盤に1対0のリード、さらにはポゼッションで相手を上回っている状況です。立ち上がりからキープできていましたし、入り方も良かったですよね。この流れがどこまで続くかが注目ですよね。オリオル・ロメウ、しばらく戦列を離れていましたが今日はスターティングイレブンとしてピッチに立っています。オリオル・ロメウ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。このボールに触ります。ディラン・ギブス、ゼッドベルトへ、ノリ、スペースへ出す、いいオーバーアップでしょ、頭が来た、追加点、ジェノア、ジェノア立て続けにゴールを決めてきます。クロスボールに頭で反応、いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。今日2点目です。さあジェノア着実に得点を重ねていきます。2対0、ジェノアとしてはこうなると主導権も握りやすくなりましたよね。2-0 リードは精神的にも肉体的にもバックアップが大きいですからね。この後リラックスしてゲームに臨めるんじゃないでしょうかね。流れを止めます。もう一つ前に行きたい、ゼ・ロベルト、この柔らかいパス、ジェノアがここまでリードしていますが、北澤さん、この後ハーフ終了までの残り時間どう戦えばいいんでしょうか。前半これからリスクを犯すような状況じゃないですからね。相手が前がかりに出てきたらそこをつく程度でいいと思いますけどね。裏に味方を走らせる、ここは要注意ですよ。抜けてくる、ドルーズボール、
前半終了です。15分間のブレイクの後セカンドハーフに入ってまいります。北澤さん、前半振り返って一言お願いします。まあ、ごく一般的に言われるのは、2-0は怖いことでもありますからね、はい、まあ、ゲームをこう終わらせたい、3点目をどう取れるかでしょうね。なるほど。ジェノアが前半は2-0という形リードして折り返します。では後半見ていきましょう。プッティ、すでにこの試合で2ゴール決めています。プッティへのボール、中切り込んでいく、プッティ来た、ジェノア、ジェノア、さらに突き放します。これで3ゴール差。思い切り振り抜いて打ったボール、ゴールネットに突き刺さりました。とにかく振り抜いたっていう感じでしたよね。そうですね。もちろんコースは狙ってるにしても、それよりもまずは気持ちで打ち込んでいったシュートでしたよね。はい、ハットトリック、さあジェノア、フットボールではある程度安全圏と呼ばれる3点差までその差をつけました。裏へのスルーパス、ここはカットします。戻りましょう。ゼ・ロベルト、フッキー、ジェノアとしては後半いい入り方ができてますからね、いいリズムのうちにどんどん行くべきでしょうね。ミゲウ・ロペス、ここで前を向けるか、北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。ジェノアとしては無理して人数をかけなくてもいい状況ですよね。今は守備に集中して隙があったらゴールを狙っていくスタンスでいいと思いますけどもね。ミゲウ・ロペス、田川、サイドを縦に走らせます、上げてくる、どうだ、ディフェンダー集中力いいですよ。激しくボールの持ち主が変わります。ルーズにこぼれる、ウィリアン・カルワーリョ、ハン、エンド、ミゲウ・ロペス、オフサイドです。ジェノア、ここで選手を変えます。アグレッシブにラインコントロールしている印象ですけどもね、はい、まあ、バイタルエリアを狭くして潰していくっていう守り方ですよね、うん、なるほど。上がっていく左サイド、オリオル・ロメウ、さあ左へ預けて、また中央へ、ロングフィードで狙う、越えた、あ、これは要注意ですね。コーナーキックのチャンスになります。キーパー弾く、まだいますよ。復帰、香川、香川、自分で持っていくか、抜けるか、前線へのボール、高いディフェンス。試合時間も残すところあとわずかとなりました。このまま試合を終えますと今シーズンの無得点記録をまた一つ伸ばすことになります。ここかわす、狙いますよ。さあ、ともに選手交代があるようです。アリ気味のクロス、シュート、これは精度を変えたシュートになりました。
ロメウ。ここも固い守りでボールを奪います。シュート、ポスト直撃。ここもしっかりディフェンスしました。右側から上がっていくか。カブレラ、さあ笛が鳴りました。3対0、ジェノア主君のゴール、勝ち点3をものにしました。2位をキープ。さて北澤さん、今日の試合ですがどうご覧になりましたか。ジェノアとしてはいい勝ち方をしましたよね。自分たちの持ち味を最大限に発揮して、その上で非常に魅力的なサッカーを展開していましたよね。素晴らしかったですね。はい、ありがとうございます。